それでは今回は父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教えについて解説したいと思います。1つ目が市場のランダム性、2つ目がなぜインデックスファンドがいいのか、3つ目ポートフォリオを考えよう、それぞれ解説していきたいと思います。最初に市場のランダム性について解説したいと思います。これめちゃめちゃ重要です。市場っていうのは上がったり下がったりします。暴落っていうのは通常のプロセスの一部と捉えることが大事です。市場っていうのは変動していきます。上げ相場が長く続いたかと思うと急激な下げがあったりとか修正が入ったり、下げ相場もあります。一番賢いのは信念を持ってパニックにならないことです。1974年から75年大暴落がありました。その後も1979年、1987年、1990年、9.11、2008年、そして今回のように必ず暴落っていうのが来ます。でも必ず回復して上昇するってことです。パニックにならないことが大事です。皆さん半分の株価になったらパニックにならないですか？パニックにならないことが大事です。暴落っていうのはチャンスと考えることです。大暴落の時っていうのはだいたい株価っていうのは半分ぐらいまで落ちます。これ伝えたいのは市場っていうのはランダムであるってことです。大暴落っていうのにパニックにならないのが強い投資家になるための秘訣だと思います。続いてインデックスファンドについて解説していきたいと思います。僕は投資をやるんですけど、インデックスファンドが一番おすすめです。僕は個別株もやらないですし、 FX もやらないです。仮想通貨っていうのをおすすめしてないです。個別株っていうのはリスクありますよね。一つの個別の銘柄を買って、もし失敗したら倒産したら紙切れになるじゃないですか。 FX っていうのも為替っていうのは相場が読みづらいです。仮想通貨っていうのも最近できたものなので、長期的に見てどうなのかっていう判断はしづらいと思います。僕が投資で大事にしているものは長期積立分散、この3つを満たすようにしてます。長期投資をすることによって複利の効果を得ることができます。分散することによってリスク回避をすることができます。積み立てをすることによってドルコスト平均法で運用することができます。投資で重要なのは最高の状態で買うんではなくて、最悪の状態を回避することだと思います。最高の状態っていうのは一番安いところで買って、一番高いところで売るってことです。最悪の状態っていうのは一番高いところで買っちゃって一番最安値になること、その最悪の状態を回避するのがドルコスト平均法です。毎月同じ日に買うことによって高いところでも買うけど安いところでも買うと。自分が投資しているのは主に世界株式とアメリカの株式市場です。ネットで調べてチャートっていうのを見てほしいと思います。インデックス投資っていうのは基本的な考え方はこうです。個別の銘柄選びに成功する確率はとても低いので、インデックスを構成する全ての株式を買うことでより良い結果が得られる、そのような考え方です。投資のスーパースターであるウォーレン・バフェットも、自分が亡くなったら資産の 90% は S&P500 に入れてくれと家族に言っているほどです。一流のファンドマネージャーの中でインデックスファンドに勝てるものっていうのはわずか 1% しかないようです。では具体的に何に入れていけばいいのか。この本で書かれていたのがバンガードトータルストックマーケットインデックスファンドです。これはアメリカの全ての公開企業を所有しているのと同じ意味を持つファンドのことです。全米の約3700社全ての一部分ずつを所有しているってことです。費用が安いこともメリットです。資産の 100% を株式に投資することはとても積極的な投資判断だと考えることができます。資産を積み上げる段階では、要は資産を増やしていきたい段階、積極的に行動することが大事です。投資する時間っていうのもたっぷりあります。皆さん今何歳ですか？20歳だとしても30年、40年、50年投資する時間っていうのはたっぷりあります。この先投資に追加する資金も生まれてくると思います。インデックスファンドなので、どの企業が成功してどこが失敗するかを気にする必要が一切ないです。失敗した企業は去って成功した企業が大きく育っていくってことです。長期的に最高の投資績をもたらしてくれるのが僕はインデックスファンドだと思います。もし仮に1975年に投資を始めたとしましょう。約40年間 S&P500 インデックスっていうのは年平均 11.9% の利回りを生み出しました。毎年24万円を投資して S&P500 と同じ働きに任せていたとすると、2015年には1億5000万に膨れ上がり、同じ期間で最初で100万円を一度に投資すれば、その後積み立てをしなかったとしても8900万円になっている計算です。1億円の資産を作るっていうのはこのように考えればめちゃめちゃ簡単だと思います。僕はいろんなビジネス書、投資の本を読んで分かったのが、1億円の資産っていうのは特にお金持ちじゃなくても作ることができるってことです。もちろん短期
では無理です。20年30年40年コツコツと月2万円3万円を今から積み立てていけば、30年後40年後過去の統計通りに数字がなるかっていうのは保証はできないですけど、少なく見積もったとしても老後2000万問題っていうのは簡単にクリアできる資産形成っていうのはできるってことです。29歳の娘のためにこの本の著者が考えたシンプルな資産形成法っていうのは、大きく分散した一つのカゴ、要はバンガードトータルストックマーケットインデックスファンドに全ての卵を入れて、できる時にはさらに追加して忘れるっていうのが大事です。短期でやってはダメなんですよ。長期的にやるってことが大事です。毎月積み上げることです。イチロー選手も言っているように、小さな積み重ねを日々積み重ねることが20年後30年後40年後皆さんがお金持ちになる秘訣だと思います。続いてポートフォリオについて解説していきたいと思います。資産の配分をしっかりと考えてほしいと思います。人生っていうのはバランスと選択の連続です。今資産を積み上げるステージなのか、それか資産を維持するステージなのか、それをしっかりと考えてほしいと思います。皆さんが若いステージ、資産を積み上げるステージの場合、皆さんはまだ仕事をしていると思います。追加投資する資金を稼いでいます。このステージでは株式に 100% 投資することがおすすめです。そのような方はバンガードトータルストックマーケットインデックスファンド、株式に投資することをおすすめします。経済的に自立することが目標であれば、このステージでは高い利回りを得る必要があります。毎月投資をすれば市場の荒い変動を抑えることができます。一方、もし皆さんが仕事を辞めて投資で得た利益で生活するようになると、資産を維持するステージに入ります。この時点ではポートフォリオに債券を加えることをお勧めします。株式と債券の動きっていうのは逆のケースが多いです。仕事をしている時に追加投資したことで変動を抑えたように、債券を加えることで変動を和らげることです。資産を維持するステージの方は、資産割合の 20% ぐらいをバンガードトータルボンドマーケットインデックスファンド、債券に投資することをお勧めします。この本の著者のおすすめの資産形成の割合っていうのは、資産を積み上げるステージの方であれば 100% 株式、一方資産を維持するステージであれば 75% を株式、20% を債券、5% を預金、このようにしています。これっていうのは好みによるんで、皆さん考えたらいいと思うんですよ。今仕事をしている方は基本的に S&P500 とか世界株式のインデックスファンドに投資するのを僕はお勧めします。でも現金をある程度持っていきたいっていう方は、月収の6ヶ月分を持っておくとか1年分を持っておくとか決めたらいいと思います。これっていうのは好みによりますけど、皆さんに考えていただきたいのは、自分のポートフォリオをしっかりと決めるってことです。現金の割合を何パーセントにするのか、株式の割合を何パーセントにするのか、債券の割合を何パーセントにするのか。自分の場合っていうのは仮想通貨とか FX っていうのをお勧めしてないんで、基本的なインデックスファンドで資産形成をするようにしています。なぜかっていうと、手数料が圧倒的に安いからです。いきなりやるっていうのはリスクがあったりとか怖い方も多いと思うんで、まずはネット証券を開設することをお勧めします。 SBI 証券、楽天証券、このどっちかでいいと思います。僕は楽天証券を使ってます。なぜなら使いやすいからです。一応自分が持っている銘柄を紹介していくと、おすすめはこの2つです。 EMAX スリム、米国株式 S&P500、 それと EMAX スリム、全世界株式、この2つっていうのはぜひ調べてほしいと思います。それでインデックスファンドに慣れてきたら、次は ETF にチャレンジするのがいいかなと思います。 ETF においてはバンガードがおすすめです。それではまとめいきたいと思います。まず最初に、市場は変動するってことです。上がることも下がることもあります。必ず変動します。一番賢いのは信念を持ってパニックにならないことです。30年やるっていう信念を持って下がったとしてもパニクらないことです。長期的に見ることをお勧めします。続いてインデックスファンドです。インデックスファンドっていうのは僕はめちゃめちゃおすすめです。手数料が低いです。 SBR とか楽天でやることをお勧めします。ウォーレン・バフェットも 90% S&P500 に入れてくれと家族に言っているほどです。インデックスファンドをおすすめなのは、この本の著者の場合はバンガードトータルストックマーケットインデックスです。アメリカの全ての公開企業を所有しているのと同じ意味があります。今から月2万円とかの積み立て投資をすることによって、30年後40年後資産1億円を作るっていうのは全然夢ではない話です。しっかりと今のうちから資産形成、長期に積み立てておく、長期投資のメリット、これらっていうのをしっかりと勉強しておいてほしいと思います。そして今、資産を積み上げるステージなのか、資産を維持するステージなのか、しっかりと考えてほしいと思います。今仕事をしている方っていうのは資産を積み上げるステージです。仕事をしているんでリスクも回避できているはずです。しっかりと投資をする、積極的な投資をお勧めします。株式っていうのは僕はお
すめです。一方でもう仕事を辞めて現役を引退している方っていうのはポートフォリオの中に株式だけではなくて債券っていうのを 20% 程度入れておくことをおすすめします。資産形成っていうのはめちゃめちゃ重要です。会社の仕事だけで収入を確保できるって自信を持って言える方って少ないと思います。今っていうのは自分の力で資産形成をする時代だと思います。公的年金、企業年金、個人の蓄え、昔であれば公的年金、企業年金っていうのはたくさんあったと思うんですけど、今っていうのは公的年金制度、企業年金、退職金っていうのを持っています。自分の蓄えっていうのはしっかりと自分で資産形成することが大事だと思います。コツコツでいいんで、まずは勉強することから始めてほしいと思います。この動画見ていただいて感想とか気づき、コメントあればメッセージをお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。